直線に目的地に向かう。オッケー、道案内は任せておいてよ。何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからね。たやすいもんだよ。状況は？かなりヤバい状況だよ。霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど、僕はよくわかんない。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。湊先生は何をしている？誰？黄色い線香は何してるって聞いてんだ。あの人は何か別の任務中みたいだね。近くにはいないよ。こんな時に。カカシ、お前は約束してくれた。頼む、リンを何とか守ってくれ。俺もすぐ駆けつける。雨？違うよ、これはさっきの衝撃で生まれたしぶき。そこにリンとカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ、このまま突っ込め。なんだ？変なイメージしてんじゃねえ。んなことあるわけねえだろ。リンは俺とカカシで守るんだ。ここは一体ここは何だ？増援か？バカが、たった一人で仕留めるぞ。ダラに選ばれた理由が分かった。ヤツの進撃を止められません。何が目的なんだ。ヤツの初代火影だけではなかったのか。
存別。なぜだ、なぜたった一人を止められん。夢だから何だって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。リン、もう一度、もう一度君のいる世界を作ろう。俺がこの世の因果を断ち切る。そのために帰ってきた。誰にも見られてはいないだろうな。見ていたのは僕だけ。オビと敵を全員倒しちゃったから大丈夫。ただカカシだけは見逃したみたい。まあ気絶してたから何も見てないけど。かつての仲間だけに未練があったか。違う、どうでもよかっただけだ。この世にあいつが生きていようが死んでいようがもうどうでもいい。これから作る世界にカカシはいる。リンも俺に夢の世界の作り方を教えてくれ。マダラ、もう礼はいらん。こっちへ来い。今日からお前が救世主だ。夢の世界、その作り方は至極簡単だ。要は俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れてくるだけ。ただし術の規模を月を使って拡大しなければならない。そうだな、まずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらう。そして俺の月の目計画もな。先の戦いで柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ、リンネガンを開眼したのだ。それは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻下道魔像を月からな。その後すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞を培養したのがこれだ。こいつに俺の意志を入れた。半分は俺だと思え。さあ動け。俺が復活するまでの間お前が宇宙マダラだ。